2021年8月、とある村に移り住んだ一致は、村人たちの歓迎を受け、いいスタートを切ります。しかし、後に一致は、この引っ越しを一生後悔することとなるのでした。まず、一致は、生贄文化があると噂の村に引っ越してきたった。というタイトルでスレを立てました。そして、イッチは、ウィッスと元気よく挨拶をして、誰かいるかとスレミンたちに呼びかけます。すると、今忙しいんだよ、や、音楽を聴いているから話しかけないで、などと、無人にあふれたコメントが投下され、開始早々お話が通じないニキたちが集まってきた模様。しかし、ここで他のスレミンたちから、生贄文化がある村ってどこだよ、や、今時そんなことをしてる村があるのか、とのツッコミが入りました。これに対し、イッチは、生贄文化がある村は、自分が住んでいる県に存在すると説明します。また、イッチによると、小さい頃に、ひいおばあちゃんから、その村について話を聞いたのだとか。それから、イッチは、生贄文化がある村って、神秘的だと思わない、と、スレミンたちに問いかけますが、ファンタジーとは無縁でおなじみのジーギューたちは、速攻でこれを否定しました。しかし、その一方で、一人のスレミンは、イッチの話に興味津々の様子。そして、その村の文化について、話を聞く姿勢を見せます。ところが、イッチは、この村の話を聞いたのは一回きりだからよく覚えてない、と答えました。さらに、イッチのひいおばあちゃんは、すでに亡くなっているらしく、生贄文化の話が本当なのかどうかも今となってはわからないのだとか。しかし大人になったイッチはふとこの話を思い出したそうで、思い切ってこの村に引っ越してきたとのこと。そんなイッチの謎の行動力に対し、自分の部屋から出るほどの行動力すら持ち合わせていないスレミンたちは、お前変わってるな、や、変人、などと、イッチを異端者扱いしますが、ここで、あるスレミンが、どうしてわざわざ、そんな趣味の悪い村に越してきたんだよ、との質問を投げかけました。この質問を受け、イッチは、いろいろあったんだけど、と前置きをして、都会に疲れた胸を明かします。また、イッチによると、親から、いい加減家を出て行け、と言われたのも、理由の一つなのだとか。すると、これを聞いたスレミンは、イッチが元子供部屋おじさんなのだと悟り、にちゃーと気持ち悪い笑みを浮かべました。そして、これと同時に、一部のスレミンたちは、イッチの、都会に疲れたとの発言に草を生やし、さらには地方住みが生きんなと謎の東京住みマウントをかます心の貧しいスレミンも現れますが、そんな中一人のスレミンがどんな家に住むのかとイッチに尋ねます。するとイッチはこの村に引っ越すにあたり数ヶ月前からリサーチに訪れていたことを明かしました。そしてその際に、居住者募集の空き家を見つけ、イッチはこの物件を気に入ったのだとか。ところが、この時イッチは、この家をリザーブしておいた、と間違えた言い回しをしてしまいます。しかし、イッチはこの間違いに気がつかないのか。一軒家だから広いぜ、田舎だから家賃も格安だし、と
自慢話を続けるのでした。すると案の定、他人の揚げ足取りが大好きなスレミンたちはイッチの間違いに大喜びし、リザーブってウイスキーかよなどと言いながら茶化し始めます。さらには、家をリザーブするって斬新と皮肉を放つスレミンまで現れる始末。その一方で、別のスレミンたちは一からナルシスト臭を感じたらしく、話し方がいちいち鼻につくやわざとらしいなどと陰口を叩き始めた模様。ところが一は、実家から出ることができない稚牛たちの反応など気にしていないのか、職場にも近いし、いい場所に引っ越してこれて最高と嬉しそうに語り、これからのカントリーライフが楽しみだぜと続けました。すると、楽しいことに飢えているため、笑いのツボが水たまり並みに浅いスレミンたちは、なぜかイッチのカントリーライフとの発言に草を生やします。ところが、そんな笑い上の兄貴たちを尻目に、ここでとあるスレミンが、今はもう生贄文化がなくなっているとしても犠牲になった人の怨念とかが残ってたりしてとイッチを脅かしました。するとイッチは、それについては村に住みつつ独自に調べて実況していくと宣言します。さらにイッチは、きっと伝説のスレになるから、お前ら今のうちにコメントしとけと強気な発言を飛ばしました。またイッチは本日この村に越してきたそうで、村付近を散歩してみるとスレを一時離脱します。すると全く怖がる気配のないイッチの様子を受け、一人のスレミンが、こいつ絶望的に愛嬌がないなと特大ブーメランを放ちました。その一方で、別のスレミンは、イッチはそのうちボロを出すと予想している模様。そのため、その時に嫌というほど叩いてやればいいと悪魔のようなことを囁きます。こうして、人の不幸が大好きで証拠も腐っている地牛たちは、イッチがボロを出すことを楽しみにするのでした。それから数十分後、廃墟見つけたったと言いながらすれに現れたイッチは、この廃墟を探索してみるとスレミンたちに告げます。またイッチによると、廃墟とはいえまだ綺麗らしく、イッチは直前まで人が住んでいたのだろうなと言いながら画像をアップしました。その写真にはごく普通の一軒家が写っており、とても廃墟には見えませんが、ここで正義感にあふれたスレミンが、廃墟に勝手に入るのは建造物侵入罪などの罪に問われる可能性があるんだぞとやけに具体的な説明をして、イッチを引き止めます。そして他のスレミンたちもこの投稿に賛同し、警察に捕まるぞなどとイッチを注意し始めました。ところがイッチは、村に警察なんていないし、あったとしても機能してないっしょと謎の持論を唱えるや否や廃墟に入ってしまいます。このイッチの言動には、ネット界において世界最悪の民度を誇るスレミンたちですらドン引きしてしまうのでした。それからしばらくして、イッチはスレに戻ってくるなり、つまんなかったと廃墟の感想を吐き出します。というのも、イッチによると廃墟の中はほとんど片付けられていたらしく、面白そうなものがなかったのだとか。そしてここでイッチが、前の住民のぬくもりとか感じたかったのになと
謎の発言をしたことで、スレミンたちはイッチの人格を疑い始め、親の顔が見てみたいとのスーパーブーメランが放たれるなど、スレナイはざわつき始めた模様。ところが、それからしばらくの間、イッチの書き込みがパタリと途絶えてしまいました。これを受け、あるスレミンが、もしかして廃墟に入ったことを通報されたのではないか、と発言すると、スレナイには、井戸端会議おばちゃんに来たちが溢れ返り、警察沙汰になったのかしらね。いや、最近の若い子は世間を知らなくて困るわね。など、めちゃくちゃおしゃべりを始めます。ところが、ここでイッチが、最悪や、ドブにはまった、と言いながら戻ってきました。これには、スレミンたちも草を禁じ得ない様子。しかし、イッチは、スレミンたちの反応など気にする様子もなく、勝手に語り始めました。というのも、イッチは散歩中に90歳くらいのおばあさんと出会ったのだとか、そのため、今日引っ越してきました、と挨拶をしたそうです。すると、おばあさんは、先ほど川にお財布を落としてしまったらしく、取ってほしい、と、イッチに頼んできたとのこと。そして、ここまで報告したイッチは、女はいくつでも女だろ。優しくするのが俺のポリシー、と、スレミンたちにアピールをしました。すると、スレミンたちは、イッチのナルシスト全開のキャラをバカにします。さらに、スレ内に生息する、イニシエのスレミンたちは、平成に大ブレイクした某ナルシストキャラ芸人の名前を挙げ、イッチと似ているなどとどうでもいいことで騒ぎ始める始末。そんなスレミンたちに対し、イッチは続けて、おばあさんと一緒に川まで行ったとの報告をしました。ところが、向かった先はイッチ曰く、川っていうか、汚いドブだったそうです。こうして、イッチはドブの浅い場所に入り、その中に手を入れ、財布を探したそうですが、臭いことに加え、泥の感触がとても気持ち悪かったのだとか。ところが、急におばあさんの、あったあったという声が聞こえたため、イッチがそちらに目を向けると、なんと、おばあさんが自分のカバンから財布を取り出し、はしゃいでいたとのこと。すると、このオチを受け、スレミンたちは、最高です、や、おばあちゃんに乾杯、などと、笑いが止まらない様子。また、これと同時に、スレ内では、おそらくおばあさんはボケていたのだろう、という見解が出ますが、そんな中、俺はボケてないけど、こんなことは日常茶飯事だよ、と、謎の薄のロマウントを解き放つスレミンも現れるのでした。ところが、イッチは、でも、そのババアありえねえんだよ、と、これまでとは打って変わって、乱暴な言葉を吐き出したのです。というのも、財布が見つかったおばあさんは、イッチにお礼も言わず、どこかへ行ってしまったのだとか。これを受け、人の行為を何だと思っているんだ、と頭に来たイッチは、おばあさんに一言言おうとしたそうですが、体を動かしたところ、泥に足を取られてしまい、尻餅をついたとのこと。そのため、今、イッチは体中、ドブまみれなのだそうです。すると、一人のスレミンが、先ほどイッチが発した、女性はいくつになっても女性、優しくするのが俺のポリシー、との発言をほじくり返した模様。さらに、これに続いて、別のスレミンたちが、
おばあさんに切れ散らかすイッチに対し、ドブに財布を落とした女性はいなかったんだぐらい言える解消を見せろと老害丸出しのお説教を開始しました。また他のスレミンたちはこれまでの人生においておばあちゃんしか優しくしてくれる人がいなかったのか、おばあちゃんをボケているのだから仕方がないと寛大な様子。ところがそんなスレミンたちの言葉など届いていないのか、イッチはその後に起こった出来事について語ります。というのも、イッチがおばあさんへの怒りでその場に立ちすくんでいたところ、いきなり後ろでゆうちゃんとの声が聞こえたそうで、振り返ると男の子がニコニコしながら立っていたとのこと。するとこれを聞いたスレミンたちはイッチに対し、ゆうちゃん、あなたゆうちゃんって言うのね、いやこんにちはゆうちゃんなどとキモい反応を見せ始め、さらにスレ内では一致女性説まで浮上するなど、本日もスレミンたちの想像力は宇宙レベルの模様。ところがそんなスレミンたちに対し、一致は俺はゆうちゃんでもなければ女でもねえよと言い放ちました。また声をかけてきた男の子に関して、こんなガキの友達もいねえしとイッチは語りますが、ゆうちゃんと呼ばれることについては思い当たる節があるそうです。というのも、イッチの名字に読み方はゆうではないものの、ゆうという漢字がついているとのこと。そのためイッチはこの子供は自分の家の表札などから名字を見て勝手にゆうちゃんというあだ名をつけたのではないかと考えている様子。すると何でも特定しないと気が済まない性分のスレミンたちは、ゆうという漢字が入っている名字を片っ端から書き出していき、中にはアリス川の宮という2チャンネルには生息していないであろう高貴な名字をドヤ顔で投下するスレミンも現れますが、イッチはこれを無視して話を続けました。まずイッチによると、その男の子は変わった子供だったそうです。なんでもその男の子はイッチに向けて、ゆうちゃん大丈夫だった、知らない人について言ったから心配したんだよと声をかけてきたのだとか。これを受け、イッチは状況が理解できなかったものの、とりあえず男の子に話を合わせ、ああ、うん、と答えておいたとのこと。すると、スレナイからは、ちょっと病んでる子供なのかな、という意見が出ますが、ここで、とあるスレミンが、イッチは子供から懐かれるのか、と問いかけました。しかし、イッチによると、特にそんなことはないそうです。それから、イッチがその男の子に、この村の子かな、お名前は、と聞いてみたところ、それまでニコニコしていた男の子は、急に無表情になり、下を向きながら、春、とだけ、ぼそっと答えたのだとか。これを受け、イッチは、何かいけないこと聞いたかな、と思ったそうですが、はるくんはそのまま、どこかへ行ってしまったそうです。すると、スレミンたちは、フレンドリーなんだかシャイなんだかよくわからない、や、子供は大人には理解できないところがある、などと言い、はるくんの反応に困惑している様子を見せますが、そんな中、俺なんか近所のガキどもから臭いと言われ逃げられる、と急に悲痛なカミングアウトをする不審者ニキも現れました。ところが、イッチはここで疲れたことを理由に
家に帰る旨を報告します。すると、これを聞いたスレミンたちは、生贄文化について調べるんじゃなかったのか、と、もうもう文句を言い始めました。そんなスレミンたちに対し、イッチは、俺は今、ドブまみれなんだぜ。調査もクソもねえだろ、と吐き捨てます。また、イッチ曰く、生贄文化については、これから調べるそうで、何か分かり次第、書き込みに来るから待ってろ、とのこと。そして、イッチは、じゃあな、と言い残し、スレから一旦離脱していきました。こうして、イッチから適当にあしらわれたスレミンたちは、もう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 、と、いつまでも泣き続けるのでした。それから3日後、イッチは、ウィースとお決まりの挨拶をして、これから村人たちが自分の歓迎会を開いてくれるようだ、と報告しました。しかも、なんと、先日お財布をなくしたおばあさんの家族が企画をしてくれたそうです。すると、人から歓迎された経験など一度もないスレミンたちは、早速イッチに嫉妬心を抱いた模様。その一方で、ボケていると思っていたおばあさんが、イッチを覚えていたことに対し、驚いているスレミンもいますが、ここでイッチは、あのばあさん、俺が財布を見つけたと思い込んでてくさ、との発言をしました。また、イッチはおばあさんの家族から、お財布を見つけてくれてありがとうございました、と、丁寧にお礼を受けたと言います。すると、スレ内に生息するおばあちゃん子に来たちが、ここぞとばかりに集まってきた様子。そして、先ほどイッチが発したおばあさんへの発言に対し、お年寄りにそういう言い方はない。いや、感じ悪いぞ、などと、珍しくまともな意見を言って、イッチを叱りつけました。中でも、あるスレミンは、お前はちゃんと川に入って、おばあさんの手助けをしたのだから、おばあさんの家族に本当のことを話せよ、と、イッチに語りかけますが、イッチはスレミンたちのコメントをスルーして、あのばあさんのせいで、ドブに浸かる羽目になってムカついてたけど、もてなしてくれるなら、チャラにしてやってもいいかな、と、偉そうな発言をします。すると、そんなイッチの態度を受け、スレ内の空気は瞬く間にピリつき始めた様子。それからしばらくすると、イッチは歓迎会の会場に着いたと報告をしました。また、イッチによると、歓迎会にはハルくんも参加しているらしく、イッチは相変わらず、ユウちゃん、と話しかけられているのだとか。そしてイッチは、子供ってよくわかんねえな、と草を生やして、一旦スレを離脱します。そんな人の話を聞かない上に、うざいキャラクターのイッチに対し、スレミンたちはさらに苛立ちますが、歓迎会が盛り上がっているのか、これ以降、イッチがスレに戻ることはありませんでした。ところが、次の日、イッチはスレに現れるなり、村の人から嫌われてるかもしれない、と、スレミンたちに訴えたのです。しかし、スレに集まってきたスレミンたちは、みんなしらっとしており、まあそうでしょうね、などと、冷ややかなコメントを書き込みました。ところが、イッチは、スレミンたちの冷めた反応に気がつかないのか、詳細を語り始めます。というのも、この日、イッチが、財布ばあさんの家の前を通ったところ、その家族と出くわしたため、昨日はありがとうございました、と、
と挨拶をしたのだとか。ところが、その家族は一を見るなり、怪訝な表情を浮かべ、挨拶を返すことなく、家の中に入ってしまったとのこと。すると、これを聞いて、嫌われてて草、と、面白がるスレミンもいるようですが、どうやら、スレないでは。イッチは性格が悪いから、村人から嫌われるようなことをしたのだろう、との意見が、多数を占めている模様。ところが、イッチは、俺は何もしてねえよ。わけがわからねえよ。と、嘆き始めます。そんなイッチに対し、スレミンたちは、どうせ悪酔いをして、村人に暴言でも吐いたのだろう、などと吐き捨てますが、イッチは、俺、守護だぜ、なめんな、と、反抗的な態度を見せました。これに続いて、イッチは、悪酔いなど今までしたことがない、とも付け加えます。すると、一人のスレミンが、性格悪いしつまらない、と、ここでイッチを見限った模様。そして、もっとバカで可愛いスレ主がいい、と言って、スレから離脱してしまったことにより、他のスレミンたちは、さらにイッチを非難します。そんな中、別のスレミンが、歓迎会のこと、どこまで覚えてる、と、イッチに尋ねると、イッチは、昨日の出来事を時系列にして書き出しました。どうやら、イッチによると、19時から歓迎会が始まったそうですが、なぜか20時以降の記憶が抜けている様子。これに対し、スレミンたちは、やっぱお前、酔って失礼なことしたんじゃねえの。いや、覚えてねえじゃねえかよ。と、荒っぽく指摘しますが、イッチは腑に落ちないのか、こんなことは間違っている、と主張します。ところが、スレミンたちは、イッチの言うことなど信用できないようで、スレないからは、もう少し自分の性格を客観的に見た方がいい、や、人との距離感を考えた方がいい、などのコメントが追加されていきました。さらには、お前、自分のことかっこいいと思っているだろう、と、本件とはあまり関係ない意見まで飛び出す始末。そして、ついにはあるスレミンが、俺たちからこんなこと言われたらおしまいだからな、と、イッチに屈辱的なセリフを言い放つのでした。ところが、その翌日、イッチは、俺、いじめられているかもしれない、との投稿をしたのです。すると、スレミンたちは、イッチのいじめられている、との発言に、草を禁じ得ない様子。それから、イッチが語ったところによると、この日は仕事が休みのため、昼頃まで寝ているつもりだったとのこと。しかし、朝早くから、ドアを激しく叩いてくる人がいたらしく、そのせいで目が覚めてしまったイッチが、ドアを開けると、そこには、見知らぬおばはんが立っており、あんた、うちの人に何してくれんの、と、怒鳴りつけてきたそうです。そんなイッチに対し、スレミンたちは、お前、今度は何をしたんだよ、と、一斉にツッコミを入れました。ところが、イッチは、俺は何もしてねえよ、と答えます。というのも、おばはんがあまりにもまくし立てるため、イッチはポカンとしてしまったそうですが、おばはんの話をよく聞いてみたところ、昨夜、イッチが道でおばはんの旦那さんの首を絞めた、という趣旨の話をしていたのだとか、またおばはんによると、
旦那さんが家に帰ってすぐ知らない男に首を絞められたと証言したそうです。ところが秋っぽいスレミンたちはうんざりした様子で、そういうトラブルは警察に相談しろと言い始め、一人のスレミンは、田舎って監視カメラあるんだっけと全地方民を敵に回すような質問をポロリする始末。すると、これに対し、イッチは、監視カメラとか多分ねえよ。だって田舎だもん。と、曖昧な回答をしました。それから、イッチは、おばはんの旦那さんが首を絞められている現場を目撃した村人が何人かいる。との、最悪な情報を明かします。そして、目撃者の証言を総合した結果、犯人はイッチということになったらしく、おばはんがイッチの元に泊まり込んできたのだとか。すると、スレミンたちは、ぶっちゃけ本当はどうなのさ、や、嘘をついてないですか、とイッチに問いかけますが、皆語尾に草を生やしていることから、この状況面白がっている模様。ところが、そんなスレミンたちに対し、イッチは、改めて自身の身の潔白を訴えると、神に誓ってやってない、と言い切りました。また、確かにイッチは、昨夜夕食の後、散歩に出かけたそうですが、その際誰にも会っていないとのこと。さらに続けて、イッチは、おばはんの旦那さんについて、顔すら知らない、と言いますが、これを聞いたあるスレミンが、何が神に誓ってやってないだよ。今さらそんなこと言われても、お前なんか信用できるかよ、と言い放ちました。すると、この投稿に、他のスレミンたちが、続々と賛同し始めた模様。こうして、スレミンたちは、持ち前の煽りスキルを遺憾なく発揮し、天下一質問攻め大会を開催するのでした。ところが、ここでイッチは、ついに堪忍袋の尾が切れたのか、スレミンたちに逆ギレをし始めたのです。それから、イッチは、400文字を超える長文で、スレミンたちを罵倒し、最後に、お前らといると、マイナスの波動を受け取って、魂が汚れる、との捨て台詞を吐いて、スレを後にしました。ところが、イッチの熱意も虚しく、読解力のないスレミンたちには、ノーダメージの模様。また、長年にわたり、癖の強いスレ主たちとやり合ってきたスレミンたちは、イッチを小物だと言い、嘲笑いました。そんな中、昨日イッチに愛想をつかしたスレミンが出戻ってきた模様。なんでも、この出戻り日記は、スレが盛り上がっているため、覗きに来たのだとか。そして、この出戻り日記は、イッチの長文をえらく気に入ったのか、早速これを引用して、替え歌を披露します。さらに、イッチの誤字を指摘し、文章の構成を行う、編集気取り2期まで現れる始末。こうして、イッチをおもちゃに認定したスレミンたちは、その後も、イッチの長文を平成ギャル風にリメイクするなど、お遊びを続けます。そのため、皮肉にもこのスレは、活気を取り戻したのでした。ところが、その次の日、イッチがスレに現れるなり、昨日は俺が悪かった、と謝罪をしたのです。そして、助けてくれ、お前らの意見が欲しい、と、ただならぬ様子で訴えました。すると、スレミンたちが集まってきますが、
イッチの話を無視して、買い出しリストやこの日の予定などを書き込み、まるでスレをメモ帳のように扱い始めます。さらに、滞納額を書き込む、ブラックリスト待ったなし日記まで現れる始末。ところが、イッチはこれをゴーサインだと思ったのか、また俺に関する変な噂が流れていると打ち明けました。というのも、イッチが神社の鳥居におしっこをかけたとの噂が流れているというのです。そのせいで、イッチは先ほど村の偉い人からきつく叱られたのだとか。しかし、イッチ曰く、そんな記憶はないとのこと。すると、これには、今まで仕方を決め込んでいたスレミンたちも、草を禁じ得ないようで、ションベン構造、いや、己を解き放ちすぎだろ、などと言って反応します。中には、何でもアダルト方面と結びつけたいのか、そういうプレイですか、との質問を飛ばす。生涯頭の中が思春期ニキもいますが、そんなスレミンたちに対し、イッチは必死に弁明し始めました。まず、イッチは確かに昨夜神社に行ったそうです。しかし、イッチは神社にしっかりお賽銭を納め、手も合わせてきたとのこと。というのも、イッチは神様を信じているらしく、神社巡りも好きなのだとか。そのため、神社でのマナーには、人一倍気を使っていると言います。そして、ここまで説明をしたイッチは、そんな俺が神社の鳥におしっこなんかかけるわけないだろう、と、スレミンたちに訴えますが、スレミンたちは、イッチの言うことが信用できないのか、再び仕方を決め込み、関係のない書き込みを開始した模様。すると、イッチは、お前らが根拠を求めるのはよくわかっている、と前置きをして、神社の参拝の仕方とマナーを記し、投稿しました。どうやら、イッチは、自分が本当に神社が好きであることを証明したい様子。すると、これには頭の固いスレミンたちも観念したのか。スレ内には、イッチは本当に神社が好きなようだ、との意見が投下され始めました。しかし、これに続いて、でも、イッチは性格が悪い、いや、滑ってるし、容量も悪そう、と、ボロクソな意見も書き込まれる始末。そして、これを踏まえ、とあるスレミンが、イッチは村人たちからも嫌われている、との発言をしたことで、スレないからは、村人たちがイッチの噂話をでっち上げ、村から追い出そうとしている、との、イッチ引っ越し早々村八部説が投下されました。また、イッチが村人の首を絞めたという話もでっち上げた、と、スレミンたちは考察します。しかし、ここで他のスレミンが、歓迎会の次の日、イッチが、サイフバーさんの家族から、冷たくされた出来事を思い出した模様。そして、これについても、イッチへの嫌がらせだと、このスレミンは考えているようですが、嫌がらせにしてはパンチがなくて地味ではないか、と意見します。これを受け、イッチは、サイフバーさんの家族に話を聞きに行くと決意し、一旦スレを後にしました。すると、イッチがいなくなったスレ内では、イッチの神様を信じているとの発言に対し、スレミンたちが、意外だ、などと話し始めます。どうやら、スレミンたちは、神様を信じている人は倫理観がある、と思い込んでいるようで、
倫理観を持っていないイッチが神様を信じていると発言したことに対しギャップを感じている様子。こうしてスレナイにはイッチは変わっているとのブーメランが放たれるのでした。それから30分後、スレに戻ってきたイッチは報告を開始します。まずイッチによると、サイフバーさんの家を訪ねた際、ご主人つまりサイフバーさんの息子が出てきたそうですが、まるでゴミを見るような目でイッチを見てきたのだとか。しかしイッチは食い下がり、俺何かしましたかと尋ねたところ、ご主人からお前あの日大暴れしただろうと言われたそうです。するとこれを聞いたスレミンたちが予想通りの展開に大盛り上がりする中、イッチはご主人から聞いた情報を詳しく説明し始めました。話によれば、イッチは初めこそ普通に飲んでいたものの急に暴れ始めたというのです。具体的には食器をひっくり返したり酒を頭から浴びたりとひどい行動のオンパレードだったらしく、さらには奥さんの体に抱きついてセクハラ行為まで行ったとのこと。そのためイッチの行動に腹を立てたご主人が注意したそうです。ところがイッチはやめるどころか逆ギレをしてさらに暴れ狂ったため、ご主人はイッチを追い出したのだとか。するとこれを聞いたスレミンたちは、マジかよイッチ最低だな、いや冷たい態度を取られるのもわかるわなどと言い、イッチを軽蔑します。しかしその一方で、それも家族がついた嘘なのではないかと考えるスレミンもいました。ところがどうやらイッチによると、ご主人の嫌悪感に満ちた目は演技ではないように見えたとのこと。とはいえイッチには当時の記憶が本当にないのだそうです。それからイッチはご主人から顔を見たくないから帰ってくれと言われてしまい、帰るしかなかったのだとか。するとそんなイッチに対し、道端でハルくんがゆうちゃん大丈夫と声をかけてくれたらしく、これにイッチは思わず涙腺が緩んでしまったと言います。これを聞いたスレミンたちもハルくんの優しさに感動し始め、中には神の子などと大げさなことを言う牛の子ニキたちも現れますが、ここでイッチは突然、でもやっぱりあいつおかしいんだよとハルくんに対し違和感を抱いている胸を打ち明けました。というのもハルくんと会話が全く噛み合わないのだとか。しかしこの時一部のスレミンたちはすっかりハルくんを神と崇めているようで、神に対してあいつはおかしいとは何事だや懺悔しろなどの言葉をイッチにぶつけ、恒例の茶番を始めます。するとそんなスレミンたちに対しイッチはいいから聞けってと若干イラついた様子を見せながら、ハルくんと会話した内容を投稿しました。まずハルくんから大丈夫と問われたことに対し、イッチはありがとうとお礼を伝えたそうです。そしてこれに続いてイッチが、ハルくんは歓迎会でのこと怒ってないのと尋ねると、なぜかハルくんはえと言い固まったのだとか。しかしその直後ハルくんはゆうちゃん歓迎会楽しかったねと再びイッチに話しかけてきたとのこと。
そこで、イッチが、俺は楽しかったけど、と前置きをして、他の人たちからすると迷惑だったよね、と語りかけると、ハル君は、いや、よくわかんないです、と、怯えたような表情で答えたそうです。しかし、すぐさま、ねえ、ゆうちゃんは楽しかった、との質問をぶつけてきたのだとか。また、イッチはこの時、ハル君と微妙に目が合っていないようにも感じたと言います。すると、これを聞いたスレミンたちは、ハル君の言動を不気味に感じ始めますが、もしかして、ハル君はイッチを煽っているのではないか、との発言が、スレナイから飛び出したことで、悪ノリが大好きなスレミンたちは、ねえ、歓迎会楽しかった、ねえ、や、ねえ、今どんな気持ち、と、イッチを煽り始める始末。しかし、イッチは、そうじゃねえんだ、いいから話を聞いてくれ、と、切羽詰まった様子を見せました。というのも、イッチは村人たちの一連の出来事で、かなりストレスが溜まっていたらしく、それに加え、ハル君と会話が成立しないことを受け、ストレスが爆発してしまったそうです。そして、あろうことか、イッチはハル君に対し、一体何なんだよ、と怒鳴りつけたのだとか。ところが、ハル君は、お兄さんこそ何なんですか、と言い返してきたそうで、これにイッチが驚いていると、ハル君は、僕はユウちゃんと話しているんですけど、と言ったそうです。すると、これを聞いたスレミンたちは、イッチはユウちゃんではないのか、と困惑しますが、その一方で、イッチがハル君を怒鳴りつけたことに対し、最低、や、怖い、との批判も上がりました。それから、ハル君を不気味に感じたイッチは、その場から離れたと言います。とはいえ、イッチは、ユウちゃんという人物が気になったため、たまたま道で出くわした村人に話を聞いたところ、なんと、村に数ヶ月前まで、ユウちゃんという男の子が住んでいたことが判明したのだとか、話によれば、このユウちゃんは、ハル君と同じくらいの年齢であり、やんちゃでいたずら好きな子供だったとのこと。また、二人は村で唯一の子供ということもあって、仲が良かったそうですが、ある日、ユウちゃんはクマに襲われ、亡くなってしまったのだとか。そして、ユウちゃんの家族は、村にいるのが辛くなったのか、引っ越していったそうです。すると、スレミンたちは、ユウちゃんの境遇を悲しむとともに、なぜ、ハル君がイッチをユウちゃんと呼んでいたのか、との疑問の声も上がりました。これに対し、イッチは、ハル君に話を聞いてみるしかない、と発言し、一旦スレを去ります。こうして、スレミンたちは、イッチからの新しい報告を心待ちにするのでした。それから数日後、スレを新しく立て直したイッチは、ハル君に会ってきた、と、スレミンたちに報告をして、詳細を語り始めました。まず、イッチがハル君に対し、ユウちゃんは存在するのか、という趣旨の質問をしたところ、ハル君は、いるよ、と答えたそうです。これに対し、イッチが、ユウちゃんはどこにいるの、と、再び問いかけると、ハル君は、お兄さんの後ろにいるよ、と答えたのだとか。それから、イッチがハル君から聞いた話によれば、
ゆうちゃんはイッチの後ろにぴったりとくっついていたり、おぶさっていたりしているらしく、時には肩のあたりにぶら下がっていることもあるそうです。すると、これを聞いたスレミンたちは、恐怖のあまり、下半身がクラッシュした模様。こうしてスレナイは、いい年こいて、おしめが必需品ミキたちで溢れ返りますが、これと同時に、スレナイからは、なぜ、イッチにユウちゃんの霊がついているのか、といった疑問の声も上がります。すると、イッチは、実は、と前置きをして、以前、廃墟の中に入って以降、体が重い感覚がある、と打ち明けました。この、イッチの報告を受け、一人のスレミンが、もしかすると、あの廃墟は、ユウちゃんが以前住んでいた家なのではないか、と投げかけると、この投稿に、スレナイから賛同の声が集まった模様。こうして、スレミンたちは、イッチはあの廃墟でユウちゃんに取り憑かれた、との結論を出しました。そして、この結論を踏まえ、スレミンたちは、イッチの意味不明な行動の数々は、ユウちゃんの霊が原因だと考えます。また、スレナイには、霊に取り憑かれた人は、無意識に不可解な行動をとる、との事実を受け、ビビっているスレミンたちもいる様子。それから、一部のスレミンたちは、イッチにお祓いに行くようにと促します。また、別のスレミンは、イッチに対し、神主さんから村人たちに、自分の一連の行動は、ゆうちゃんの霊のせいだったと説明してもらってはどうか、と助言しました。ところが、イッチは、お祓いを受ける際に、神主さんにどのように説明すればいい、や、警察から何か言われないかな、と、妙な質問をし始めます。そんなイッチに対し、スレミンたちは、お前変だぞ、や、落ち着け、と声をかけますが、ここであるスレミンが、お前もしかして何か隠しているのか、と問いかけました。すると、イッチは観念したのか、この村に引っ越すにあたり、事前視察に訪れた際、ほんの出来心で、窃盗を働いた旨を白状したのです。さらに、ここでイッチは、だってこの村、基本家に鍵かけないんだもん。あと老人ばっかだし、と、まるで村人たちが悪いとも取れる発言を繰り出しました。しかし、イッチは、この窃盗の現場を村の子供に見られたらしく、おそらく、この子供がユウちゃんだ、と、イッチは述べると、ユウちゃんから、警察に言うぞ、と、脅されたことを明かします。そのため、イッチはユウちゃんを森へ連れて行ったのだとか。すると、スレナイからは、イッチへの批判が殺到します。そして、これと同時に、スレミンたちはイッチに対し、ユウちゃんを森に連れて行った理由を厳しく問いただしました。これを受け、イッチは、口止めのためだよ、と言い放つや否や。このことを誰かに話したら、もっと怖い思いさせてやるからな、とユウちゃんを脅したことを明かします。また、イッチによれば、この時ユウちゃんは、泣きながら謝っていたのだとか。そして、この様子を見て、誰にも話さないだろうと思ったイッチは、ユウちゃんを家に帰すつもりだったらしいのですが、その時、何やら変な足音が聞こえてきたそうです。そのため、怖くなったイッチは、ユウちゃんをその場にほったらかしにして、
一人で帰ってきたとのこと。それから、イチは淡々とした様子で、さっき聞いた村人の話で、あいつがユウちゃんだって確信した。あの足音は熊のものだったんだな、と語りますが、スレナイからは、イチへの怒号が響き渡りました。中でも、とあるスレミンは、何の罪もないユウちゃんが犠牲になった事実に、胸を痛め、涙を流している様子。しかし、自分が泣いても、ユウちゃんは戻らないことから、このスレミンは、ふざけんな、と、イッチを怒鳴りつけると、続けて、絶対に許さないからな、と、強い怒りを示します。すると、ここで、他のスレミンが、イッチに対し、お前は、ユウちゃんを誘拐した挙句に、殺しているんだぞ、と語りかけた上で、自覚はあるのか、と尋ねました。それから、素直に村人に白状したらどうだ、と呼びかけますが、イッチは、嫌だよ、と答えます。どうやら、イッチには罪の意識が全くない様子。これに加えて、イッチはあろうことか、これから先の俺の未来はどうするわけ。あと、俺が逮捕されたら、俺の親が悲しむじゃん、との言葉を吐き捨てたのです。すると、この発言に対し、スレミンたちは怒りを爆発させるとともに、イッチを特定し、通報しようと動き始めた模様。そんな中、ここで一人のスレミンが、ハル君はイッチではなく、イッチの背後にいるユウちゃんに話しかけていたということだよね、と、スレミンたちに事実確認を取りました。というのも、このスレミンは、イッチの過去の投稿を見返して気づいたことがあるのだとか。そして、この説明日記は、イッチが初めてハル君と出会った際、ハル君が、ユウちゃん大丈夫だった。知らない人について行ったから心配したんだよ、と発言していたことについて説明をします。まず、ユウちゃん大丈夫だった、とのセリフから、ハル君は、ユウちゃんが過去危険な状況にあったことを知っているのではないか、と、説明日記は考察している様子。そして、これに対し、別のスレミンが同意を示すと、ハル君が次に放った。知らない人について言ったから心配したんだよ、とのセリフについて、自身の考察を述べます。なんでも、この説明日記2号は、このセリフは、ユウちゃんが知らない人についていた場面を見ていたからこそ言えるセリフだ、と考えた模様。そして、これを踏まえ、説明日記2号は、ハル君は、イッチがユウちゃんを森に連れて行ったことを知っている可能性が高い、と結論付けますが、この二人の考察を受け、とあるスレミンが、それ、ここで行っちゃって大丈夫なのかよ、と書き込みました。というのも、このスレミンは、イッチがこの投稿を見たら、ハル君に何かするのでは、と危機感を抱いている様子。そして、その理由として、このスレミンは、イッチが倫理観を持ち合わせていないことを挙げ、自分の身を守るためなら何でもするのではないか、と語りました。すると、この発言を受け、ようやく事態の深刻さに気づいたスレミンたちは、慌てふためきます。その一方で、スレナイには数々のクズを特定し、地祭りに挙げてきた武闘派ニキたちも生息している模様。そして、武闘派ニキたちは、お前を特定することなんて朝飯前だから、変なこと考えるなよ、と
イッチに釘を刺しますが、この日、イッチがすでに戻ってくることはありませんでした。ところが、次の日、イッチがすでに現れ、助けて、と書き込んだのです。すると、突然、イッチが登場したことに対し、スレミンたちは戸惑いながらも、ハル君に変なことをしてないだろうな、などと呼びかけました。ところが、イッチは開口一番、お前ら、俺頭痛いよ、と訴えたかと思うと、急に、痛い痛い、と連呼し始めたのです。それから、イッチは、あいつが来た、と記しますが、その後の発言は、文章として成立していない様子。さらに、イッチの書き込みは続きますが、そこには、お腹と内臓という文字が含まれており、最終的に、お母さんという言葉で、この投稿は締めくくられていました。すると、これを受け、スレナイには、緊迫した空気が漂います。その一方で、一部のスレミンたちは、イッチのいたずらだと考え始めた模様。ところが、ここで一人のスレミンが口を開き、イッチが住む村に、生贄文化があることをあげます。これを踏まえ、このスレミンは、もしかしてイッチは、生贄にされたのではないか、と述べました。すると、スレミンたちは、先ほどの投稿について、イッチが生贄にされている最中に書き込んだものではないか、と考えます。また、これと同時に、イッチの書き込みの様子から、相当やばいことをされたのではないか、と、スレミンたちは察した様子。すると、あるスレミンが、イッチの投稿をわざわざ引用して、イッチがどんなことをされていたのか考察を始めました。まずはじめに、イッチが頭痛いよと書き込んだことに対し、この考察2期は、イッチは頭を負傷していたと判断します。それから、痛いと連呼し、あいつが来たと記されたことから、イッチは何かから逃げていたが、追いつかれ攻撃を受けたと予想した模様。さらに次のお腹と内臓の文言から、イッチはお腹を切られ、自分の内臓が出てくるのを見たのではないかと推理します。また、考察日記によると、イッチがやめてと強くお願いをしているかのように読み取れる部分もあるのだとか。そして最後に、イッチがお母さんとはっきり書き記したことから、考察日記は、イッチは痛い思いをしながら最後まで意識があったのではないか、との考察を披露しました。すると、これを受け、スレナイの空気は悲惨なまでに重くなり、スレミンたちのメンタルは早くも限界を迎えた模様。そしてこれを裏付けるかのように、イッチの投稿はここで途絶えることとなるのでした。それから数日経ってもイッチが現れることはなく、スレミンたちは不安を募らせます。とはいえ、スレミンたちは、イッチが村人たちから怒りを買う行いをしており、さらに、ユウちゃんを見殺しにしたという事実から、イッチは、生贄にされても仕方がない、と、半ば諦めている様子。また、それとは対照的に、ネット民の差がなのか、イッチの身に何が起こったのかを突き止めたいスレミンたちも、一部存在しているようですが、肝心のイッチが姿をくらましたことから、
真偽を突き止める手立てはありませんでした。こうして、もうこのすれは終わりだと、誰もが思い始めたその時、イッチの住む村に心当たりがあるというスレミンが現れたのです。なんでも、このスレミンは、男の子がクマに殺されたとの情報から村を特定したのだとか、そして、なんと、このスレミンは、村に行って、イッチに何があったか探ってきましょうか、と申し出たのです。これを受け、スレナイは歓喜に満ち溢れた模様。こうして、スレミンたちの期待を背負ったスレミンは、コテハンを村突撃に改め、これから村に向かう旨を宣言すると、スレナイには村突撃コールが響き渡るのでした。そして次の日、スレに現れた村突撃は、イッチが無事であることを告げます。すると、これを聞いたスレミンたちは、安堵のため息を漏らしました。ところが、村突撃はここで、イッチがまるで廃人のような状態になっていた、と、衝撃的な情報を明かします。また、イッチはどうやら20代らしいのですが、村突撃が見たイッチは、とても20代には見えず、おじさんのような風貌になっていたのだとか、これを聞いて、驚いたスレミンたちは、イッチの身に何が起こったのかと、ぐちぐちに尋ねますが、どうやら村突撃にもわからないそうです。しかし、村突撃が村人から聞いた話によれば、数日前に、イッチが森の方へふらふらと歩いていく様子が目撃されていたらしく、その日以来、イッチは廃人状態なのだとか。これを受け、スレミンたちは、イッチは村人たちから何か危害を加えられたのではないか、と怯え始めました。すると、村突撃は、それが、と、意味深な前置きをして、説明を始めます。なんでも、この村は怖い村だ、と考えていた村突撃は、覚悟して出向いたそうなのですが、この予想に反し、村に閉鎖的な雰囲気は一切なく、村人たちもオープンな雰囲気だったのだとか、また、村突撃は村人に、生贄文化について聞いてみたそうですが、村人から、いつの話ですか、と笑われたそうです。しかも、村人の話によると、生贄は生贄でも、大昔に動物を供物として、神様に捧げていただけだ、とのこと。すると、スレミンたちは、この村に、そもそも人間を生贄にするような文化はなかった、と察した様子。また、イッチが森の方へふらふらと歩いていった、との目撃談を受け、スレミンたちは、おそらく、イッチは自分の意志で森に行ったのではないと考察します。これを踏まえ、スレナイからは、ゆうちゃんがイッチを森へ導いたのだろう、との結論が出ました。また、先日のイッチの書き込みについては、ゆうちゃんが自分と同じ思いをイッチにさせたのだろう、と推理するスレミンもいる様子。そして、これを受け、一人のスレミンが、イッチは熊に頭を攻撃され追いかけられた挙句、腹を食いちぎられる幻覚を見ていた、と結論を出しますが、同時に、幻覚とはいえ、どぎついな、と語ります。しかし、ゆうちゃんは、イッチと同様の苦痛を、リアルで体験していたことになるため、スレナイの空気は、さらに重くなるのでした。すると、
村とつにきはここで、はるくんと会った旨を報告します。そして、村とつにきが思い切って、はるくんに、いっちがゆうちゃんを森に連れて行ったところを見たんだよね、と問いかけたところ、やはり、はるくんは、この現場を目撃していたのだとか。そこで、村とつみきは、イッチがユウちゃんにしたことは良くないことだ、と、子供にもわかりやすい言葉で説明をした上で、警察には言わないの、と聞いてみたそうです。すると、はるくんは、でも、あのお兄さん、逮捕されちゃうんでしょう。そしたら、村からも出て行っちゃうよね。だから言わない、と答えたのだとか。ところが、スレミンたちは、先ほど出たクマの話で、精神が崩壊したらしく、話を理解できるほどのキャパシティが残っていない様子。そして、当の村とつにきも、ハル君の発言の意味がわからなかったらしく、どういうこと？と彼に聞いてみたそうです。すると、ハル君は、だって、ゆうちゃんとまだ一緒にいたいから、と答えたのだとか。ここまで説明した村とつにきは、ハル君の発言について、イッチの背後にいるゆうちゃんを常に認識していたいから、イッチに村に居続けてほしいということですよね、と、スレミンたちに問いかけました。すると、これを聞いたアルスレミンは、ハル君の言い分はわかるけど、との前置きをした上で、真実を言うように、ハル君を説得するべきだ、と意見します。ところが、村とつにきは、ハル君の無邪気な顔を見たら、そんなことできないですよ、と答えました。その理由として、村とつにきは、それによって、ハル君は大切な友達を2回も失うことになる、と述べます。すると、スレミンたちは、イッチは取り返しのつかないことをしてしまった、と絶望した様子。こうして、重い空気に包まれながら、このスレは幕を閉じるのでした。田舎暮らしには意外とコミュ力が必要なことを知っていますか？つまり、地域の皆さんには、スローライフなど夢のまた夢だということです。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは、完全犯罪を予言した殺害予告だった。